朝ドラ、とと姉ちゃんあらすじ予告第25はマリコの制服が消えうせる5月2日月放送分危機物語マリコが女学校に着ていく制服がなくなりました森田屋の物干し台に干していたはずがいつの間にかなくなっていたのですつね子は富江にも力を借りながら森田屋の家中を探し回るものの ついに子の亡くなった制服を見つけることはできませんでした制服が見当たらないまま翌朝を迎えたマリコは浜松の女学校で着ていたセーラー服で登校することにしましたそんな中つね子が家の中であるものが落ちているのを見つけましたそれは女学校の制服のボタンでした